ペンサコーラの戦いは、アメリカ独立戦争中の1781年3月9日から5月8日、フロリダ州、ペンサコーラで行われた戦闘であり、スペインが西フロリダを制圧する形で終わった。1779年に、スペインがアメリカ独立戦争に参戦すると、スペイン領ルイジアナの勢力的な総督、ベルナルド・デ・ガルベスは即座に、 イギリス領西フロリダを制圧するための攻撃的な作戦を開始した。1779年9月、ミシシッピ川下流のビュートトリデを占領することで、その地方を完全に支配し、その後すぐに起こったバトンルージュの戦いによって残っていたイギリス勢力を降伏させた。さらには1780年にアラバマ州モービルを短期間包囲した後に3月14日には、 これを陥落させる成功につなげた。ガルベスは次に、ハバナにいる部隊を使い、占領したばかりのモービルを発信基地として、西フロリダの首都であるペンサコーラへの攻撃作戦を立て始めた。しかし、1780年4月には、イギリス軍の援軍が到着したことで遠征隊の派遣が遅れ、10月に侵略のための艦隊を侵発させた時には数日後の、 ハリケーンのために艦隊が散り散りになってしまった。ガルベスは1ヶ月近くを使って、ハバナに艦隊を再結集させた。ペンサコーラのイギリス軍指揮官、ジョン・キャンベル将軍は、1779年にスペインとの敵対関係が始まって以来、その防御の状態を心配し、援軍を要請し、防御工作の追加物の建設を始めた。 1781年初期までに、ペンサコーラの防衛隊は、第16不評連隊、第60不評連隊の1個大隊、第4王室砲兵大隊、第7中隊で構成されていた。これらに加えて、ワルデックの第3連隊とメリーランドロイヤリスト大隊、さらに、ペンシルベニアロイヤリストで補強されていた。この補強部隊は、民兵というよりも、植民地の兵士だった。 これらロイヤリストの兵士に加えて多くのインディアン戦士がイギリス軍を支えていた。1780年3月にモービルが陥落した後、1600名以上のインディアンがペンサコーラに到着し、そのうちではクリーク族の数が多かった。スペイン軍がペンサコーラ攻撃を始める直前には788名のインディアン戦士がいたが、キャンベルは その攻撃が差し迫っているとは認識できず、約300名を去らせていた。包位戦と戦闘の間には500名以上のインディアンがペンサコーラを守っており、その大半は直党族だった。ガルベスは1779年にペンサコーラに逃亡奴隷を戻させることに関する議論を行うふりをさせた副官を送って、その防衛状態について詳細な報告書を受け取って、 いたが、キャンベルはその後も防衛には多くの変更を行っていた。1781年初期におけるペンサコーラの防御工作物は土盛りで頂部に酒もぎを置いたジョージ砦があり、これはキャンベルの指示で1780年に再建されたものだった。砦の北にはプリンス・オブ・ウェールズホルイ、その北西にはクイーンズホルイがあり、 これらも1780年に建設されていた。キャンベルは湾の入り口近くにバランカスコロラダトリデと呼ぶ砲台も建設させた。ガルベスとホセ・カルボデイ,イラサバル海軍大佐が指揮するスペイン艦隊は2月13日に約1300名を乗せてハバナを出港した。この部隊の中には混血かつ解放は振りかけ、キューバ人の民兵も含まれていた。ガルベスは ニューオーリンズとモービルからも援軍を派遣するよう命令していた。3月9日にペンサコーラ湾の外側に到着し、湾を守っている防波島であるサンタローサ島にいくらかの部隊を上陸させた。この島には防衛措置が取られていないことがわかると、そこに大砲を上げて据えさせ、湾の中のイギリス艦船を追い出すために使われた。前年のモービル攻略の時もそうだったが、湾内に スペイン感染を進ませるのは困難だと分かった。感染数隻の喫水を上げるために物資をサンタロサ、島に陸上げさせたが、先導艦のサンラモンが海峡を抜けようとして座礁した、あとは艦隊司令のカルボが、それは危険であり、イギリス軍の大砲が湾港に狙いをつけていると言って、いかなる感染も海峡を進むことを拒んだ。 ペンサコーラ湾を描いた1763年の地図、ガルベスは、ルイジアナ総督としての権限を使って、ルイジアナから来た艦隊の艦船を挑発することにした。ガルベスタウンに乗船し、3月18日に海峡を通過させて湾内に入った。イギリス軍の砲撃も効果がない中を、他に3隻のルイジアナの艦船が続いた。カルボニー、 海峡の詳細に関する情報を送った後に、その指揮下にある艦長たちすべてが海峡通過を主張し、翌日には通過した。カルボはその任務であるガルベスの侵略部隊を送り届けることは完了したと主張し、サンラモンデハバナに戻った。3月24日、スペイン軍と民兵は作戦の中心に移動し、サンタローサの部隊はモービルから来た部隊と合流した。 4月の第一週、ペンサコーラの防御に関する偵察が行われた。市内から最も遠い捕類は半月ほだった。次にソンブレロがあり、常時取り出と続いていた。スペイン軍は宿営地を建設し、包囲戦のための大掛かりな準備を始めた。数百名の工兵や労働者が戦場まで物資や武器を運んだ。続いて残酷や遠平号を掘り、 法警法を作り、イギリス軍のカノン砲、武道弾砲、榴弾砲及び迫撃砲の絶え間ない砲撃から守るための延平された道路を建設した。4月19日に大艦隊が湾に向かってきており、はじめはイギリス軍の援軍と考えられたので、準備作業が中断された。それら艦船は、ハバナからのスペインとフランスの連合艦隊であり、 それぞれホセ・ソラノイ・ボテトド、モンティ・ユ・ダンシャク、フランソワ・アイマールが指揮し、陸軍元帥のフアン・マヌエルでカヒハルを乗せてきていた。イギリス軍の船体がサン・アントニオ・ミサキ近くで死人されたという報告が、ハバナにもたらされ、この艦隊がペンサコーラ防衛軍を支援するためのものという恐れがあったので、ガルベスの援軍部隊として急行してきたものだった。 スペイン艦隊が1700名の乗組員と1600名の兵士を運んできたので、スペイン軍の総勢は8000名になった。この部隊を上陸させた後、ソラノはガルベスを支援するために止まることに決め、両名は密接な連携を取った。爆発する火薬庫を描いた1783年の版が4月12日、ガルベスは、 イギリス軍の防御を視察している時に銃撃で負傷し、戦闘式はガルベスの親友であるホセデ・エスペレダ大佐に正式に渡された。スペインの大砲は4月30日に砲撃を開始し、ペンサコーラの砦に向かって総攻撃が開始された。ペンサコーラ湾一帯では暴風が続き、5月5日と6日にはハリケーンがスペイン感染を襲った。 スペイン海軍は激しい海のために、木製の艦船が岸にぶつかってしまうことを恐れ、撤退を強いられた。陸軍の方はそこに止まって包囲戦を継続した。残豪は水で溢れ、兵士たちはガルベスからブランディの支給を認められた。5月8日、クレセントトリデの火薬庫に迫撃砲の砲弾が命中した。火薬が爆発すると黒煙が空に立ち上り、 イギリス兵57名が死亡し、クレセント砦が破壊された。警譜表部隊を指揮していたエスペレタが突撃を指揮して、クレセント砦を奪取でき、そこの迫撃砲やカノン砲の向きを変えて、次の2つの砦を砲撃させた。イギリス軍は常時砦から反撃したが、スペイン軍の火力に圧倒された。イギリス軍はその守りの最終戦が集中砲火にあって、 耐えきれないと認識し、同日午後3時に常時取り出で白旗を掲げた。1781年5月10日、正式の降伏手続きが完了した。イギリス兵1100名以上が捕虜となり、別に200名の損失があった。スペイン軍は、戦死74名、負傷198名だった。ガルベス将軍支援のために来て、サンタロサ湾の前に立つ補正ソラノイ。 ボテ降伏条件にはスペインが占領したイギリス領西フロリダの主権が含まれ、さらにイギリス守備隊、大量の軍事物資と補給品、および2隻のイギリスのスループ船が捕獲された。ガルベスは将来イギリス軍がペンサコーラを取り戻すための攻撃に対する備えとして、砲台とバランカスコロラダストリデオ湾口近くに移動させ、サンタロサ島にも同様な砲台を建設させた。 イギリス兵はまずハバナに連れて行かれ、スペイン兵捕虜との交換でニューヨークにいるイギリス軍の元に返された。この動きについてはアメリカ合衆国から抗議の声が上がった。ガルベスはイギリス軍の監獄戦でスペイン兵が受けている残酷な待遇を知ってこの行動を急いだ。スペイン軍が5月30日にハバナに戻ると英雄として歓迎された。 スペイン国王カルロス三世はガルベスを中将に昇進させた。ガルベスはルジアナだけでなく西フロリダの総督にも指名された。王室の称賛にはガルベスが湾口に突入した功績にも言及しており、ガルベスはその文章にヨウソロという言葉を加えた。ホセソラのイボテは後にカルロス三世からガルベスの救援に来た努力を認められ、ソコロ公爵に助釈された。 サンタロサワンを背景にして空の絵の表彰内容を示す絵画はこの業績を記録するものである。この絵画は現在マドリードの海軍博物館に収められている。捕獲されたイギリス軍機はトレドの新しいスペイン陸軍博物館に収められている。ありがとうございます。